みずはみんなのなりたいを応援する新卒会社員ひまりです。今回は TikTok でリクエストが殺到した吉川愛ちゃん風メイクの後半戦になります。前半戦では眉毛とアイメイク紹介しているので、まだ見てない人はぜひ概要欄からチェックしてみてください。今回は後半になるのでノーズシャドウをチーク、リップの塗り方を紹介していきます。それでは早速やっていこう。ノーズシャドウを紹介していきます。吉川愛ちゃんの鼻の特徴は鼻筋が太めで長くて高い鼻になっています。そして鼻先が出ていて人中が短いのも特徴になっています。鼻を長く見せるポイントはここを全部つなげることです。一直線に描くことで長い印象が作れます。眉毛の真ん中から鼻筋を通って鼻の根っこまで、ここの幅が太くなるようにちょっと目に近づけたところで入れていきます。こんな感じ、長い印象が出ます。特にノーズシャドウをつなげるときは眉頭から入れてしまうと歌舞伎のような不自然なノーズシャドウになってしまうので、眉毛の真ん中から目を囲うように入れて、そのままこの鼻の付け根の部分まで伸ばしていきます。こんな感じです。そしたらここを三角形に入れます。私の鼻は鼻先がかなり短いので、今回はここを削ることで鼻先を出すようにしていきます。この角度になって、まずは鼻先のここ骨の部分のサイドを削って鼻先を作り出してから、ここのサイドの断片部分に影を入れていきます。ここを削ることで鼻先が出てるように見えます。への字に入れていきます。手でぼかしていきます。そしたら人中しっかりと入れていきます。今回はここにね Y 字に結構深めに入れていきます。で口の下にもシャドウを入れていきます。はい、こんな感じです。ハイライトも長さを強調するために鼻先ちょっと下の方を意識して入れていきます。そして鼻先が細く見えるように細めに入れていきます。そして鼻根の部分にも入れていきます。吉川愛ちゃんは鼻が高いので鼻も結構重要です。たら手でぼかして人中の上の方に入れていきます。あと顎とここのくぼんでる部分に C を描くように入れていきます。そしたら立体感をつけるためにハイライト、これをチークの下地代わりに入れていきます。私は面長なので逆 C を描くようにここに入れていきます。面長じゃない人はここに目の下のところから三角形に入れるようにしてみてください。はい、こんな感じで自然なツヤ感が作れます。たら顎と鼻、おでこにもちょっとだけ入れていきます。チークは少し高めの位置で黒目の下から頬骨あたりに入っているので、今回は赤系の血色カラーのチークを入れていきたいと思います。笑って赤いところから外に向かって頬骨あたりに入れていきます。はい、こんな感じです。吉川愛ちゃんの唇の特徴は1対 1.5 で横に厚くて唇の山が浅くて広いのが特徴になってます。私の唇はかなりここがとんがっていて、唇の山がしっかりしているのと、ここの口角から曲線を描くように盛り上がっているので、全て埋めるように塗っていきます。唇の山はあまり強調しないように横に塗るようにします。下唇も四角くなるようにここの端の部分を追加していきます。四角を意識、こっち側とこっち側の違いわかるかな。このままベタ塗りだとかなり唇の印象が強すぎるので綿棒でぼかしていきます。ぼかす時も唇の山が浅くなるように、そして唇の端から山にかけて一直線になるようになぞってぼかしていきます。下唇も四角くなるようにぼかしていきます。綿棒につけて横を追加していきます。そしたら濃い色でなぞっていきます。ということで今回は2段にわたって吉川愛ちゃん風メイクやってみました。
このメイクを再現することで吉川愛ちゃんのように綺麗さと可愛さっていうのが表現できるので、ぜひ皆さんも真似してみてください。ということで、この動画がちょっとでも良かったなという人はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして質問や感想、リクエストなどコメント欄によろしくお願いします。ということで今日はおしまい。